私は本当に、素朴な農村だったところにこの、本山ができたことで門前町としてずっと栄えておりました。でその後徳川幕府の時代になって鯖江藩という藩ができて真鍋の殿様、そして、まあ旧代までありましたけれども実際に鯖江で活動されたお殿様は数少ないんですけども7代目の真鍋秋勝公というのが大変な名君でございました。この方のことを後ほどまた少しお話しさせていただきます。それでなぜこういう立派なお寺ができたかということをはじめに簡潔にお話しします。まず浄土真宗の本山っていうのは日本全国で10棟あるんですね。東本願寺、京都の東本願寺、西本願寺に始まってその棟のうち鯖江になんと2つあるんです。福井県に4つあるんです。だから福井県は仏教王国と言われてますし、ここが上昇寺派本山上昇寺と言います。でもう一つ、もうちょっと東の方にあるのはポンポコタヌキのお寺と一緒で昇上寺という2つあります。で皆さんもこれからあちこちお寺を回られた時にちょっと確認していただくといいのはこの土塀に横に五本線がありますね。でこの横の白い線が四本のお寺もあるんです。でその四本のお寺よりも五本が一番格式が高いと言われております。でこの、本山の初めは親鸞聖人が京都から新潟へ流された、罪人として送られてきた時に鯖江でしばらく逗留をされてそこで説法を、でその時お世話をしたのが旗の景行さんというこの地元の豪族でした。でちょうど大山古墳という素敵な古墳公園もあるんですけどもそこのそばに自分の別宅ですかね、そこへ親鸞を、泊まっていただいて、だから親鸞が説法をしたためにたくさんの人がその親鸞の唱えた念仏を唱えれば貴族でも平民でもみんな極楽浄土に行ける、でそのことで京都を追われたんですけども、その話をしたら鯖江この辺りの人がみんなその教えに、もう感動したんですね。で次々その話が伝わったらその道場が狭くなってしまったので、畑野景行さんが自分のこの持っていた地面を提供して建てられたのがこの本山上昇寺の始まりなんです。でまあそういう歴史のことは、皆さん松田さんこれ分けてください。分けました。これに詳しく私も編集に携わりましたので載っておりますので、またお暇な時に菅井のおばばはこんなことも書いたのかっていっぺん読んでみてください。でここで皆さんにぜひ見ていっていただきたいのはこの山門なんですね。これは北陸で、まあ、随一と規模といい、それから素晴らしいのが彫刻なんです。で普通ねこういうお寺に建物があると鳩が住み着いて白い鳩の糞がつくんですが、この山門にはそういう形跡はないんですね。でそれはなぜかというとこの彫刻があまりにも立派すぎて鳥も寄りつかない、そこで通称鳥住まずの門という名前が付けられております。それから後ほどこちらへ出ていただいて両脇を見ていただくと竜が両方に突き出してるんですが、これが駆け出しの竜と言われている、まあ、左陣五郎2代目ですと言われてます。2代目左陣五郎って何人もいるみたいなんですね、初代は1人でも、で2代目左陣五郎の作と言われている駆け出しの竜、まあ、こういうな彫刻の素晴らしいのを一つ一つ眺めていると北陸の短い一日がすぐ過ぎてしまうということで北陸日暮らしの門、鳥住まずの門と呼ばれております。形式的には四本柱の四脚門と言われてますが、なんで四本柱っていうのに六本柱があるじゃないかと思われるかもしれませんが、真ん中の柱はこの大きな大きな扉を支える
柱で形式的には四脚門または四足門といわれ、大体300年の歴史を誇っております。それで皆さんの後ろの方、私の正面のあそこが神壇上人を祀った御影堂、それからその左が阿弥陀様を祀ってある阿弥陀堂で、この御影堂の規模は木造建築としては福井県一の大きさと言われております。それでこの、御影堂も阿弥陀堂も何遍か火災で焼けてるんですね。ところがこの三門と今左手に見えます立派な鐘楼です、この2つはその火事の時に焼けなかった、だから約、御影堂なんかは百何十年だと思うんですが、この三門はもうやがて300年の、長きここに建ってるんですけども、なぜ、三門と鐘楼が焼けなかったかというと、この駆け出しの竜の口から水が出て、水が噴き出して三門と鐘楼を守ったと言われてるんです。でこの鐘楼も四本柱の鐘楼としては福井県一、石川県にはもっといいのがあるかなとも思うんですけども、下の方の石積みを見ていただくと、ちょうど和服の袴の裾のように袴越し祈願元の段ですねと言われていて、まあ、その当時の石工、ね、手彫りで随分すごい細工をしたなと思いますし、四本柱のぐるりに、いわゆる皆さんのお家でいうとバルコニーのような高欄というのが巡らされてますし、まあ、規模といい、その彫刻などの素晴らしさといい、やはり福井県一には間違いありません。そしてその鐘ですけどもね、この鐘は私がちょうど終戦の時は小学校6年生でしたから、小学校の間はずっと戦時中で欲しがりません、勝つまでは。そしてお弁当箱もアルミはダメ、うちに火鉢とか何でも金のもんがあったら学校へ持ってきなさい、全部鉄砲の弾に大砲の弾に作り変えて日本の、戦争に兵隊さんのためにという教室という、金のものは教室制、金属でできたものは教室制ということがあったんですが、この上昇寺の金は国宝ではないんですけども、準国宝級のいい金だそうです。名勝だそうです。で最近はね、もう朝晩はつきません。お寺に法要があった時に、お寺にだんだら、五色のだんだら幕が半面なされてると、時々この横を歩くと、ゴーンという何とも言えない響きが、金の響きが聞こえるんですね。で、昔は一月すると、余韻が三里四方に響いたと言われますが、まあ、最近はこうやってぐるりに高い建物ができましたので、もうそのここの横を通るとき以外は遠くで御本山の鐘が鳴ったなという余韻を聞くということはできないんです。では皆さんどうぞ正面の御影堂の中へお入りになって、まあ本堂御影堂の中の素晴らしさも見ていただいて、それからもう一つ、牧田さん、アミヤさんの看板っていうのを一遍どうでも見ていただけますか。ロサン人ですか。ロサン人の、はい、行きましょうか。じゃあ御影堂をお参りになったらまたこの場所へお戻りになってください。そこの門前町ですから、昔はここへお参りした人がお土産に、この白いビルが塩屋さんです、その隣が飴屋さんです、両方とも呉服屋さんなんですが、今は呉服を売ってますけど、昔は本当にここへお参りに来た信徒が帰りに塩とか飴とか買って帰ったそうです。で飴屋さんの看板がかの有名な食通とか、それから焼き陶芸とか書も立派です。その北王子魯山人という人が書いた大きな大きな欅の看板があるんです。普通看板って言うと店の前に出しますね。ところが文化財の指定を受けたんで、今お店の中に鎮座増し増してます。今度なんか何でも鑑定団が
サバイに来るって言うんで、あれ出すときっとちっちゃいのが500万で評価されてましたから、あれは1000万はするんでいいかと思うんですが、お車に乗る前にちょっとだけ飴屋さんの中へお入りになって、その魯山人の看板を見て、そして車へお戻りください。そしてその次行きます盤渓寺というのは、あの先ほど申しました鯖江藩の、真鍋の殿様方の菩提寺として建てられたものなんです。でその真鍋秋勝公というのは、最初は宗者番、それから大阪城代、京都諸子代、京都諸子代っていうのはその頃天皇がまだ京都におりましたから大変な重責だったと思うんですが、そういう役をずっと務めて、そしていよいよ江戸城の西の丸老中になったんですね。でそこで水野忠邦思いましたけども、意見が合わずにちょっと体の具合が悪いのでしばらく、ふるさとっていうか鯖江へ帰りますと帰られた時に、あの西山公園の前身の教養家を作られたと聞いておりますが、あの書類によっては本丸、後に本丸老中です、いい大論の時にね、そこになってから、あのもっどうとかこうとかって書いたのもあるんですが、その西山公園の前身の教養家を作られたことも素晴らしい殿様だったと思います。日本全国広しといえども、殿様が自分のためでもなく、大事な母親のためでもなく、領民のために自ら桑を持ってあの庭園を作ったっていうのは、水戸の偕楽園と鯖江の西山公園だけだというのが市長 のいつものお話なんで、5年ほど前に日本歴史公園100選にも選ばれております。今ちょうど皆様のおいでを待ってツツジが満開になっておりますので、今日はちょっとお天気悪いけども、あのぜひ西山もから、昨日行きました。あ、そうですか。パンダも見られたんですか。パンダも繁殖率日本一で、あの千葉県の風太くんの方が有名で、私新幹線に乗ってました。あの有名なパンダが立ったという風太くんに赤ちゃんが生まれました。名前はふーふーなんたかふんたらって、それよりもっと前に鯖江のパンダが立ってるよって言いたかったんですけども、まあ、そういうこともありまして、あの秋勝公がその鯖江に来られた時に、今日皆さんに見ていただく3枚の天井絵を描かれたようです。でそれもね、あの昔の殿様は大体自分のお抱え絵師に絵を描かせたそうですが、秋勝公は自ら描かれたという話で、書も絵も本当に素晴らしい方なんですね。でもう一つ素晴らしいことは、あのそれだけ西の丸老中、本丸老中で、活躍したんだから、鯖江にもお城を建てなさいと言って5000両をあのくださったそうです。で石垣の石だけはあの山から切り出しましたから、その石はこの上昇寺じゃなくて、もう一つの小上寺の山門の横にその石垣にするはずだったお城の石垣の石がそのまま今も残っております。でその5000両を、お城は幻の城で立ち上がらなかったんですが、一体何に使ったのかというと、まあ鳩山由紀夫さんに悪いんですが、子供手当でばらまいたりそういうことをしたんではなくて、その5000両を鯖江藩の村々に、あの大変天保の大飢饉で領民たちが苦しんでるから何か役立てなさいと言って、あの与えたんじゃなくて貸し与えたと書いてあるんですが、どうも回収はできなかったようでございます。そういう素晴らしい秋勝公の話については、あの久我の北条さんが詳しく説明すると思いますので、じゃあの皆さんどうぞ正面の護衛堂でちょっとあの中をご覧になって、ここへお戻りになって雨屋へ行きたいと思います。どうぞ。